石井和久、石井和久、石井和久、1973年9月9日対、は、千葉県千葉市若葉区出身の元プロ野球選手、投手、左投げ左打、楽天野球団、東北楽天ゴールデンイーグルス、取締役、ゼネラルマネージャー GM、吉本工業の契約社員。マネージメントは吉本工業スポーツ部。妻は、 フリーアナウンサーの木サア子、コ。3月に、千葉市立三津は大中学校を卒業、東京学館浦安高等学校に入学。高校1年生時から投手を始めたが、練習試合初登板時には5回で20何点も取られたという。その後、全国大会、甲子園出場はならなかったもののの夏には、千葉県大会予選4試合で52奪三振を記録し、注目を浴びた。 石井は、プロ入りを希望し、同年のプロ野球ドラフト会議で、単独1位指名を受けたヤクルトスワローズに入団。サッカー経験は豊富にあり、笑っていいとも。出演時には、野球は向いてない、サッカーをやりたかった、知らないうちに、プロ野球選手になっていた。両親は、喜んでいたけど、僕は嬉しくなかったなどと話している。サッカーは現在でも好きで、 球回切ってのサッカーは好きである。新人の石井は将来のエースとして背番号16という若い数字を与えられて期待され、日本シリーズ第3戦では前代未聞となるレギュラーシーズンで未勝利の高卒新人ながら先発登板を果てた。高卒新人投手の先発登板自体、1953年の中村大成、1956年の稲尾和久、 1966年の堀内恒を2007年の吉川光を含めて5人だけ、全守備位置を通じて高卒新人のシリーズ先発出場は1988年の立浪和義以来4年ぶり、1990年代では唯一の事例、4回に2点を失い交番、敗戦投手となっている。8月3日の対阪神タイガース戦でプロ初勝利を、 達成するが、この試合は、打点てコールドゲームでの勝利だった。チームが、慢性的な左投手不足であったため、中継ぎ、谷間の先発を担い、リーグ2位の54試合に登板。初めての規定投球回数到達と2桁勝利を達成し、2年ぶりのリーグ優勝、日本一における、中心選手の一人となった。95年オフに、 左肩関節の損傷の修復手術をした影響もあり、開幕には間に合わず、後半戦復帰したが思うような投球ができず、オフに再度、左肩関節の手術する。シーズン中盤まで渡米して、MLB のクリーブランドインディアンスに合流し、左肩のリハビリをする。復帰後は、かつての高速球が復活し、10勝を挙げて、後半のエースになる。 9月2日の対横浜ベイスターズ戦、横浜スタジアムで史上65人目となるノーヒットノーランを達成。これは4四九を含むものだったため、横浜のバッテリーチーフコーチだった近藤博史は、んな記録に意味はないと発言したが、鈴木隆則は、早くメジャーリーグへ行ってほしいとコメントした。この回答は、終盤戦に追い上げてきた2位の横浜を突き放す上で、 大きな効果を上げ、ヤクルトは2年ぶりのリーグ優勝を果たした。日本シリーズでは、第1戦に先発。当時の日本シリーズタイの12奪三振で完封。第5戦もリリーフで2勝を記録して、日本一に貢献し、自らもシリーズ優秀選手に選出された。なお、同年のオーフには、女性タレントの神田うのとの交際と、これに対する、 野村克也監督夫人の野村幸代からの痛烈な批判が週刊誌などで報道された。4月3日の対読売ジャイアンツ戦、明治神宮野球場で初の開幕投手を務めるも敗戦投手となる。しかし、この年は自己最多の14勝を挙げ自身初の最多奪三振を獲得したほか、シーズン三振奪取率11.047の日本新記録を達成する。 一方で、シーズン最多冒頭の日本記録の所持者となった。2年連続の開幕投手を務め、初の開幕勝利を記録。初めて、オールスターゲームの一員に選ばれ、第3戦に登板して、勝利投手になった。6月26日の対阪神タイガース12回戦では、川尻哲郎から通算3本目となる本塁打を打った。しかしこの年は、 幸府町の波が激しく、7月8日の対、阪神タイガース16回戦では、8回4安打14、脱三振に失点と高騰していたものの9回突如、大崩れをして、逆転を許してしまった。シーズンも発祥に終わり、規定投球回もわずか133回で、残り2回足らずに届かなかった。3月31日の対中日ドラゴンズ戦、名古屋ドームで、 三年連続の開幕投手を務める。関川光一、立浪和義、福留光介、レオゴメスデーブ・ニルソン、山崎武から6者連続脱三振を記録して、離投手となる。9月8日の大巨人戦から、10月5日の大半進戦まで34回一、3連続無失点を記録するなど、勝ち負けは10勝9敗だったが、セリーグの最優秀防御率と、 最多脱三振の2冠に輝いた。なお、同シーズンの開幕直前に、当時フジテレビアナウンサーで、スポーツ取材も行っていた、木サ彩子との結婚を発表した。4年連続の開幕投手を務め、7回8、脱三振で3年連続開幕勝利。前年の先発陣が遺跡、対談、故障離脱により一新。先発陣の柱として、チームを、 牽引、年間ローテーションを守って、初の関東例だった12勝を上げ優勝に貢献する。日本シリーズでも1997年に続き、連続で第1戦目に先発。8回を1安打12奪三振の高騰で後続の投手も無失点に抑え、完封リレーで勝利する。日本一に貢献し、日本シリーズ優秀選手賞を受賞した。オフには今まで、 具体的な夢を持ったことはなかったけど、初めて描いた夢がメジャーだったと、メジャー挑戦を表明し、ジョー・アーボンを代理人とする。前年から球団に訴えていた、ポスティングシステムでのメジャーリーグ移籍を目指したが、9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件の影響を受け、一時はヤクルトと再契約を結んで、メジャーリーグへの移籍を断念する。同年12月には、 綾子コ夫人との間に、長男、第一子が誕生した。1月7日に、石井が遺跡希望球団として挙げていた、ロサンゼルスドジャースが入札したことを受け、ドジャースと3連戦230万ドルで契約を結んだ。背番号は17、入団会見では、綾子コ夫人が、小学2年から中学2年まで、ロサンゼルス在住だったことを受けて、 僕の妻はカリフォルニア人とジョークを交え、会場の笑いを誘った。は、スプリングトレーニングで3本塁打を浴び、防御率は10.00を超えるなど、報道陣から不安を持たれる。しかし、初先発となった4月6日の対、コロラドロッキーズ戦で6回鬼安打に抑える。口頭で、初利を挙げ、監督のジムトレーシーは、これが、君たちが、いろいろと言っていた。 石井投手の実力だよ。公式戦を見ろと言っただろうとコメントした。球速も96メートル PH、約時速154キロメートルを計測し、デビュー戦10月三振は、ペドロアスタシオと並ぶ、チーム最多タイ記録だった。二度目の登板となった4月12日のタイ、サンディエゴパドレス戦では、三振し、取れない投手だと思われるのも尺なので、 打たせて取る投球もできることを見せたいと語り、スプリングトレーニングで習得した、ツーシームファストボールを用いて言葉通りにボンダを築い。その後、4月28日の対シカゴカブス戦と5月15日の対ニューヨークメッツ戦では、自己最速となる97メートル PH、約時速156キロメートルを計測し、開幕から6連勝と、好調なスタートを切り、4月は5勝0敗で、 リーグ月間最優秀新人賞を受賞した。前半戦で11勝を挙げ、5月終了時でオールスター選出はほぼ確実と見られていたが、6月から調子を落としてオールスター選出を逃す。その後も不安定な投球を続け、後半戦は防御率5.57、ホイップ1.63特徴に陥った。9月8日の台ヒューストンアストロズ戦では頭部に、 打球を受けて病院に搬送、頭蓋骨の亀裂骨折と診断され、医師から、あと1ミリ、亀裂が長くなっていたら頭の中を通っている、大きな血管を損傷して、出血死していたかもしれないと言われるほどの大怪我で、シーズンを終え、同年チームメイトだった、野茂秀夫とは予死休数において、メジャー全体で1.2位を記録した、1位は、石井106個、2位は、野茂103個。 前半戦最後の登板で NPB、NP MLB 通算100勝を達成し、8勝3敗、防御率2.94の好成績で前半戦を終える。7月29日の対フィラデルフィアフィリーズ戦で、ヤクルト時代からの古傷だった左膝の痛みが悪化する。その試合では早期交番も検討されたが、6回を3安打に失点に抑えた。その後、 野球をしてきた蓄積で、投げようと思えば投げられないこともないが、メジャーは万全の調子でなければ簡単に成績を残せるところではないし、休む勇気もプロには必要とコメントして、故障者リスト入りし、人体損傷と診断された。故障者リスト入り中もチームには帯同し、8月30日の対ロッキーズ戦で復帰し、6死球を与えるも5回を3アンダム失点に抑えた。 9月10日の対アリゾナダイヤモンドバックス戦では6回を内野安打1本に抑え、打者としてもシーズン唯一となる安打を日米通算でも初だった宇宙間への三塁打で記録する活躍を見せた。彼は、投球にカットファストボールやチェンジアップを交えるようになり、例年に続き、開幕3連勝の高スタートを切り、前半で10勝を記録。 2002年からの3年間での前半戦勝利数29はメジャー全体でトップとなったが、後半は調子を崩して中継ぎ降格を告げられ、ポストシーズンのロースターからも外れた。オフにはニューヨークヤンキース、ロサンゼルスドジャース、アリゾナダイヤモンドバックス間の三角トレードにより、ランディ・ジョンソンと共にヤンキースへ移籍する予定であったが、ドジャース側の撤退により、破断に終わっている。 の開幕直前、ジェイソン・フィリップスとの交換トレードで、ニューヨーク・メッツへ移籍。背番号は23。しかし、左膝痛が再発しての故障者リスト入りや、調整当番以外では、初となるマイナー降格も経験。9月のロースター拡大で再昇格するも参照に、とどまり、こういう苦労をしたくなかったら、メジャーに来ていない。 貴重な経験だと思って、今後の野球人生につなげたいとコメントした。1月20日、古田敦也が選手権人監督に就任したヤクルトに2億4000万円プラスできたか6000万円、推定の2年契約で復帰。背番号は自身がつけていた16シーズン通して外れることなく、先発ローテーションを守って11勝を挙げた。 5月17日の対中日戦、名古屋ドームで史上48人目となる NPB 通算1500奪三振を達成。1413投球回での達成は、江夏豊の1423投球回を抜く日本プロ野球最速となった。2007年9月23日の大阪新戦で、2000年9月15日の対中日戦、 以来2564日ぶりの完封勝利を挙げる通算7回目は安定感を欠き、9勝1敗、防御率4.16の成績で終わった。11月12日、前年途中に取得していた FA 権を行使する。ヤクルトから移流を受けるが新たな環境を求めて移籍を決意。理由としては新しい友達を作りたかったからだと海運。 何でも官邸団の中で話していたこともある。2007年11月22日に埼玉西武ライオンズへの移籍が発表された。背番号は愛着があり、ヤクルト時代つけていた16を和久井秀明がつけていたため、16を反転した61を本人が選択。3月29日、対福岡ソフトバンクホークス戦で NPB 通算100勝を達成。 同シーズンでは、序盤は、最高値争いに名を連ねるなど好調だったが徐々に、調子を落とし、最終的に11勝10敗、防御率4点台に終わった。日本シリーズ、対巨人戦では、第3戦に先発するも6回後失点で、敗戦投手になるが、第7戦に3回からリリーフで登板すると2回を、パーフェクトに抑えた。結果的にチームは、日本一となり、 石井は第七戦で巨人にリベンジを果たした。枠井が背番号を18へ変更したため、譲られる形で背番号を16に変更。前年に比べて、被打率が下がる代わりに支球が増え、9勝止まりで、規定投球回も達しなかったが、投球回数を上回る、脱参進数を記録。5月19日の対ヤクルト戦、西武ドームで九回関東勝利。 さよならが字を挙げ、12球団勝利を達成した。レギュラーシーズンで近鉄との対戦はなかったが、2001年の日本シリーズで近鉄に勝利している。ヒーローインタビューにてファンへの一言を求められた際に、犬のペロを飼い始めたことを明かし、以来ヒーローインタビューでは、ペットの近況を報告するようになる。この年も急所を止まりだった。8月7日、対ソフトバンク戦で、 通算2000奪三振を達成、プロ野球20人目。記録達成に要した、投球回数は1967回に3であり、これまでの最速記録保持者であった、江夏豊を超える、プロ野球最速期となった。しかし、シーズンでは6勝、防御率4.31と、先発ではあまり結果を残すことができず、シーズン終盤には、リリーフに回った。リリーフでは、 安定感を見せ、特に、クライマックスシリーズファーストステージ第2戦では、八海虫、一三塁から西口文也をリリーフして、伊藤義雄、小屋の栄一、稲葉厚敷を完璧に抑え、日本シリーズ第1戦の石井和久との投げ合いから、これまで、ポストシーズンで、勝ち星のなかった西口のポストシーズン初勝利と、チームのクライマックスシリーズファイナル数字進出に、貢献した。 5月25日、タイヤクルト戦で自身5年ぶりとなる完封勝利、6月13日のタイ阪神戦では自身初となる無四級完封を記録した。また、シーズンで複数回完封勝利を記録したのは1997年のシーズン以来、4年ぶりの2桁勝利を達成したが、怪我で2軍に落ち、10勝目を挙げて以降は勝ち星がなかった。は 左肩の不調で出遅れ、7試合の登板に終わった。すべて中継に登板だった。9月24日、現役を引退することを発表。前期の野村監督へは、彼がいたから、ここまで長くやれたというように感謝の意述べていた。引退の記者会見では、現役時代に芸能活動のマネジメントを委託していた吉本工業に、2014年4月に、 通常の契約社員として入社する意向を表明。あくまで同社の高卒採用枠での入社で、給料も一般の高卒社員と同じという。同社では一般の社員としての勤務のほか、並行して富士テレビの野球、スポーツ解説者や日本放送の野球解説、スポーツ日本の野球評論家に就任した。解説者としての収入は吉本が支払う給料とは別になる予定である。 他に NHKBS1 大リーグ中継でも本数契約でワールドスポーツ MLB も土曜日のレギュラーゲストとしてそれぞれ解説を担当している。現役スポーツ選手のマネージメントならびに引退後のスポーツ選手のマネージメントを仕事にし広くスポーツ界に貢献するのが志望動機である。将来的には都内の大学にて学問を収め経営学をはじめとする スポーツマネージメント、日本プロ野球、J リーグ、バスケットボール、アメリカンフットボールなどの GM をする目標を立てているのことである。2015年4月29日、ロサンゼルスドジャースの本拠地、ドジャース・スタジアムで行われたサンフランシスコジャイアンツ戦の試合前の始球式を務めた。8月20日、1月に休戦した星野戦一の後任として、 東北楽天ゴールデンイーグルスの編成部門を統括するゼネラルマネージャーに9月1日付で就任することが球団から発表された。投球時に上げた右足の膝が胸の前で構えた右肘に当たる特徴的な投球フォームとノーワインドアップのスリークオーターから投げる平均球速約時速 142km、最速 97mph。 約時速 156km の速球に加え、カーブとも呼ばれるほどの独特の大きな変化を見せる、スライダー、スラーブ、フォークを武器とする。2001年までの通算脱三振率9.70と脱三振が多く、1998年には日本記録となる脱三振率11.047を記録した。メジャーでも2003年までは、 脱三振率8.46と三振が多く、決め球であるスライダーはメジャーでも高く評され、2002年に対戦したトッド・ヘルトンは、バッターボックスの直前まで、球種の判別ができなかったと語った。一方で甲府町の波が激しく、2001年までの通算予視球率4.65と請求力に難があり、1998年には、セリーグのシーズン最多記録、 達成当時は NPB 最多記録となる20冒頭も記録している。2004年頃からは変化球や投球術を駆使した技巧派の投球スタイルに変わり、それまでの球種に加え、ツーシームとカットボール、チェンジアップを投球に取り入れるようになった。かつては速球で三振を取れなくなったら引退すると語っていたが、技巧派のスタイルになってからの平均球速は、 約時速1 3 8トルと球速は下がった。ものの2006年の NPB 復帰後の通算、脱三振率は7.78、2012年シーズン終了時、とさほど落ちなかった。本人も、三振の取り方は知っていると発言している。ヤクルト時代は、松井秀樹を得意相手にしており、通算では打率20、202とかなり抑えている。また、 新人時代の松井のプロ初打席、オープン戦の対戦相手は、石井であり、三振に打ち取っている。子供の頃は、野球選手に興味がなかったが、たまたま打者として参加した時本塁打を打ってしまった、ことから注目されるようになる。プロ入りのきっかけは、高校卒業したら、やめようと思ったら、スカウトがいっぱい来たからという。引退の理由は、 マンネリ化してきたからというものであり、特に体力の限界などではなかった。周りから、もうすぐ200勝達成できたのにと言われても、なんで200勝ってこだわるんですか僕何勝でしたっけ ?182 勝したら、別に良くないですか ?200 勝したからって、人生素晴らしいかって言われたらそうでもない。と答えている。ダウンタウンの浜田正都とは、信仰があり、 ジャンクスポーツで共演した縁もあって2019年6月4日、試合前のセレモニアルピッチに浜田が登場した。しかし、自ら仕掛けたドッキリに浜田がハマってしまい、対戦相手の読売ジャイアンツや観客は笑いが起きていた。移籍した後もヤクルト球団とつながりのある藤沢系グループへの出演が多い、など。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。